おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。冒頭3件、発言をさせていただきたいと思います。本日令和4年度の普通交付税の額を、決定をいたしまして、令和4年度普通交付税大綱を、閣議で、報告をいたしました。普通交付税の総額は、16兆9705億円であり、前年度に比べて5784億円の 増となっております。令和4年度においては、自治体が地域社会のデジタル化を推進するための取り組みや、保健所の体制強化などに要する経費を算定するとともに、道路の除排雪などに要する経費の算定を行う慣例補正のうち、積雪度による補正に用いる窮地を見直すこととしております。なお、不交付団体については前年度から19団体増加をし、73団体となりました。詳細については自治財政局にお問い合わせいただきたいと思います。次に、マイナンバーカードのさらなる普及促進に向けて、まだカードをお持ちでない方へオンライン申請が可能な QR コード付き交付申請書を本日から順次送付いたします。これに合わせ7月27日からは QR コード付き交付申請書の送付を PR をいたします新テレビ CM の放映を開始し、しっかりと周知を行ってまいります。隣のパネルをご覧ください。ちょっと前の方がよくないかな、こっちも見えるね。はい。こちらが実際に送付される封筒および、交付申請書の見本となりますが、申請書の右下にある QR コードを、スマートフォンなどで読み取ることで、オンラインで簡単に申請ができます。同封するパンフレットでは、マイナンバーカードの安全性や、利活用場面などについても周知を図ることとしております。紙の交付申請書と返信用封筒も同封しておりますので、切手なしでの郵送申請も可能であります。お手元に届きましたら、ぜひ、申請にご活用いただきたいと思います。また明日7月27日からは、全国のNTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯電話ショップ約8000店舗におきまして、マイナンバーカードの交付申請サポートが始まります。本事業では、携帯電話の契約等のために店舗を訪れた方に向けて、マイナンバーカードの申請のお声掛けを行い、QR コード付き申請書を QR コード付き交付申請書を持ってきている方だけではなくて、持って、来られていない方に対しても、申請のサポートを行います。総務省では、これらの取り組みに加え、引き続き市町村が実施する出張申請受付の財政支援、高齢者にとって身近な場所である公民館などで、カードの申請方法などを学べる講習会の開催など、きめ細やかな取り組みを行いまして、カードの普及促進を加速化してまいります。詳細については、自治行政局にお問い合わせください。最後に、本日、総務省海外展開行動計画2025を公表いたします。我が国は、岸田総理のリーダーシップの下、自由で開かれたインド太平洋を推進しておりますが、特に昨今、デジタルインフラの安全性、信頼性、強靭化に対する懸念が高まる中、5G ネットワークのオープン化や光回転ケーブルの整備が喫緊の課題となっております。これを踏まえ、本計画では2025年に向けて 5G 光回転ケーブルICT ソリューションをはじめ、10の分野を特定し、総務省として特に
重点的に海外展開に取り組むこととしております。引き続き国際連携を強化しつつ、国地域の特性に応じ着実かつ積極的に海外展開施策を推進してまいります。詳細は国際戦略局にお問い合わせください。私からは以上であります。今月幹事社の朝日新聞です。一問お願いします。はい、マイナンバーカードについてお聞きします。マイナンポイント第2弾を受け取るには9月末までにカードを申請した人が、する必要がありますけれども、今回の発表された施策でどの程度こう交付を伸ばしたいかということをお聞きします。お願いします。はい、マイナンバーカードの交付枚数の累計は、7月24日時点で約5789万枚であり、人口に対する割合は 45.7% となっておりますが、申請件数はすでに6000万枚を超えております。マイナポイント第2弾が本格的にスタートをいたしました6月30日以降の1日平均の申請件数もそれまでの約2倍に増加しておりますが、令和4年度末までにほぼ全国民にカードが行き渡ることを目指して、さらなる申請件数の増加を図っていく必要があると考えております。政府目標の実現に向けてしっかりと成果を出せるよう、マイナポイントの対象となる9月末までの間にできるだけ多くの方にカードの申請をしていただきたいと考えております。このため冒頭に申し上げました、カードをまだ取得していない方への QR コード付き交付申請書の送付や、全国の携帯電話ショップにおけるカードの申請サポート事業の実施に加え、カード申請やマイナポイント申し込みをサポートするキャンペーン事業の全国150カ所での実施に取り組んでまいります。自治体とも緊密に連携をしながら、マイナンバーカードの普及促進に向けた取り組みを加速化してまいります。以上です。お願いします。自通信の愛嬌です。よろしくお願いします。冒頭お話のあった交付税対抗について伺います。不交付団体数今回73ということで、一昨年度並みに戻りましたけれども、この受け止めとそれから地方財政の状況に対するご認識をお願いします。はい、令和4年度の不交付団体数は、前年度から19団体増加して73団体となりました。不交付団体数が増加した要因については、個々の自治体により、事情は異なるところでありますが、主な理由としては、企業業績を反映した、法人関係税の増や、固定資産税の増などが影響しているものと認識をしております。また地方財政は、巨額の財源不足を抱え、臨時財政対策債をはじめとした、地方の借入金残高が高い水準にあるなど、引き続き厳しい状況にあると認識をしております。総務省といたしましては、今後とも自治体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいりたいと思います。以上です。中島南事務所です。よろしくお願いいたします。はい、改正道交法によって、特定原付というものが生まれました。キックボードなどの新しい乗り物について、それぞれの解釈が省庁によって違うので、総務省では特定小型原付を、原動機付き自転車として考えているのか、大臣のご所見をお願いいたします。はい、現行の地方税法上においては、道路運送車両法上の原動機付き自転車を課税対象としており、いわゆる電動キックボードなどについても軽自動車税の課税対象となっております。一方で道路交通法が改正され、電動キックボードについては今後特定小型原動機付き自転車として新たに区分されることとなることを踏まえまして、その課税の取り扱いをどのようにするかは、今後の税制改正プロセスの中で
議論していくことになるものと認識をしております。ですから、今後の税制改正プロセスの中で議論していくということになると思います。電動キックボードはたかが電動キックボードですけれども、何年もかけて社会に実装していくことを目指してきました。総務省の、議論がほとんど見えません。大臣の方からも、現下にですね、その説明責任を果たすように、お伝えいただきたいと思います。当然毎年ですね、税制改正の中でもう大変な議論がなされているのはご案内の通りであります。非常に注目も浴びているということも承知をしております。その中でしっかりと議論して対応を決めていただくものと、期待をしております。以上です。産経新聞の佐々木と申します。おはようございます。私からはですね、参院選の特定枠についてお伺いいたします。特定枠は2018年の公職選挙法の改正で、2019年選挙から導入されましたけれども、前回の選挙と今回の選挙で法の趣旨に照らしてこの制度が正当に運用されているとお考えでしょうか。でまた今回特定枠をですね、金銭で買収しようとしたケースっていうのが取り沙汰されているんですけれども、こうした事実は大臣把握されておりますでしょうか。合わせてお伺いいたします。はい、今お話がありましたように平成30年に、議員立法により導入されたいわゆる、参議院比例代表選挙における特定枠制度は全国的な支持基盤を有するとは言えませんが、国政上優位な人材または民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的としているものと承知をしております。特定枠制度を活用するかどうかについては各政党等の判断によるものであり、今般の第26回参議院議員通常選挙においては法の規定に従って3つの政党等から特定枠の候補者の届け出が行われたものと承知をしております。なおご指摘のような点については、承知をしておりません。各政党の判断ということではあるんですけれども、例えばですね、外国の特定勢力や団体がある意図を持って日本に帰化した候補を買収した特定枠に送り込んだりして議席を伸ばしたりするケース、こういった時に制度上にですね、欠陥がないと言えるのかどうか、もしあると思われるのであればこの制度見直すお考えというのは、議員立法ではありますけれども、ございますでしょうか。大臣の見解をお伺いいたします。先ほど申し上げました通り、参議院比例代表選挙におけるいわゆる、特定枠制度は全国的な支持基盤を有するとは言えないが、国政上優位な人材または民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的として議員立法による公職選挙法の改正によって導入されたものと承知をしております。特定枠に関しましては活用するかどうか、どのようなものを特定、どのような社っていうのかな、どのような社を特定枠として届け出るかどうかなどについては各政党等の判断により、行われるものであります。現行の、公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えているものは、法定の欠格事項に該当しなければ、国会議員の被選挙権を有することとされております。また、国会議員は憲法上、全国民の代表とされているところであります。いずれにいたしましても、被選挙権や選挙制度のあり方については、議会政治の根幹に関わる問題であることから、各党、各会派において、ご議論いただくべきものと考えております。以上です。ありがとうございます。大臣、次の予定ありますので、あと1問でお願いします。よろしくお願いいたします。はい、毎日新聞の現場です。はい、来月臨時国会が開かれますけれども、海外に今滞在している今回の参院選の当選者が、
帰国をせずに、国会を欠席する見通しとなっているということです。で、選挙行政を所管する、金子大臣 の、 ご所見、見通しをお伺いできればと思います。はい、公職選挙法第10条におきまして、参議院議員においてはについては、年齢満30年以上の日本国民が被選挙権を有することとされており、特段ですね、日本国内に住所を有することは被選挙権の要件とはされておりません。また、当選人となられた方の国会における活動については、総務大臣としてはお答えする立場にはございません。以上です。ありがとうございました。